日本の栄養ドリンク売り場体の栄養ドリンク M-150 栄養ドリンクとは肉体疲労時の栄養補給などを目的として販売されている飲料である。ドリンク剤、内服液とも呼ばれる。瓶、缶と異なる販売形態を取る。この飲料はビタミン類、アミノ酸、滋養競争に効果のあるとされる生薬、漢方薬由来成分のエキスなど。 疲労回復や健康維持に効果が期待できると、標榜される成分を含み、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する、法律に基づいて、含有成分と含有量によって、以下のように分けられる。販売当初はアンプルで流通していたが、各社製品ともに徐々に、薬臭さを除去し、容量を増やした。現在医薬品、または、 医薬部外品として販売される商品は、おおよそ外見が、茶色のガラス瓶であり、線が、スクリューキャップである、という共通性が見られる。色付き瓶を用いているのは、ビタミンや生薬成分の変質を防ぐという目的も、あるが、医薬品と同じ色の瓶を用いることで、商品の効果をアピールするという目的も含まれる。紙箱に収められた製品でも、 中の容器にはやはり濃い色付きの瓶を採用しているものが多い。内容量は、おおむね 20ml から 100ml 前後である。一般的に広く認知されているのは、リポビタン D、チオビタドリンク、アリナミン V、ユンケル工程液、ビタ C がある。2019年10月1日より、消費税法の軽減税率が開始されたが、 清涼飲料水や炭酸飲料水として売られているものは食料品の範疇なので軽減税率の対象となる。栄養ドリンクと混同されるものとしてエナジードリンク、スポーツドリンクがある。多くの栄養ドリンクと同じく柑橘系を思わせる爽やかなフルーツシロップ風味であることが多いが、これらは清涼飲料水であり厳密には栄養ドリンクではない。 エナジードリンクに関しては、瓶入り、缶入り、ペットボトル入りのものなど、多種多様なパッケージングが見られる。アルギニンやカフェイン、ブドウ糖が大量に配合され、栄養価よりも速効性が重視されている。こちらは、栄養補給のための栄養ドリンクとは違い、炭酸飲料のため内容量が 200ml、500ml の製品で販売されている。一方、 スポーツドリンクは、パフォーマンス向上よりも、水分補給としての引用を想定されており、利尿性のあるカフェインは含まない。汗で失われるミネラル分を効率よく補給できるため、スポーツ愛好家だけでなく、熱中症予防のためや風邪で発熱した際にも飲まれる。スポーツドリンクに似たものとして、蛍光補水液があるが、 電解質などの成分がより厳密に調整されるなど、吸収率や効能を重視した組成となっている。栄養失調状態に陥っているのならば、一定の効果はある。各種ビタミンやタウリン、必須アミノ酸などの有効成分と呼ばれる物質、カフェイン、肝臓水解物、漢方省薬由来成分を複数配合し、肉体疲労、病中病後、食欲不振、 栄養障害などの場合の栄養補給に適しているとされるものがある。ただし、配合成分は、薬理的に顕著な作用が見られるほどのものではなく、個人差が大きい。また、含有する成分を特定の効能向けに特化して、差別化を図った商品も見られる。主な含有成分と人体への作用。栄養ドリンクは、医薬品、ないしは、 医薬部外品であることを念頭に置き、1日の容量を厳守することが前提である。薬用成分を含有するものは、一般用医薬品に指定され、長らく薬局やドラッグストアでのみ販売されていたが、1999年3月の医薬品販売の規制緩和により、主力商品が医薬部外品に変更されてから、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、駅売り店、 一部の自動販売機でも販売されるようになった。医薬部外品に分類される栄養ドリンクは、効果、効能の認められた有効成分が含まれている人の体に対する作用が穏やかなものである。製品記載の用法容量を守って引用する限りは健康リスクはないものと考えられる。栄養ドリンクには主に以下の成分が含まれており、 過剰摂取の場合は健康リスクが高まると考えられる。漢方や生薬が含まれていることが栄養ドリンクの特徴。滋養競争や体力回復のための成分として配合されている。コーヒー一杯分程度の無水カフェインが含まれていることが多い。カナダ保健省の科学者たちによる調査では、健康な大人の場合、1日 400mg 以下の カフェイン摂取量であれば、カフェインによる心身への悪影響は出ないと結論付けている。ビタミン B 群、イノシトールを主に含む。栄養ドリンクを飲んだ後に尿が黄色くなるのは、栄養ドリンクに含まれているビタミン B 群が尿中に排出されたためである。タウリン1000から 3000mg を含む栄養ドリンクが多く、価格もタウリン配合量の分だけ高くなる傾向にある。 フラウエンゴルドは、ドイツの栄養ドリンクである。1981年8月19日に、馬の鈴草族のアリストロキア・クレマティティスに含まれる、人毒性、発言性が指摘された、アリストロキア酸を含んでいたことから、ドイツ連邦保健省によって、販売を禁止された。後継として、ドッペルハーツ、ガラマ、タイ人船などがある。ありがとうございます。